まあ、チームの立ち上げの時からもう3、4年経ってますけど、もうずっと同じことを復習してやっているので、まずボールの位置と選手のアプローチとカバーリングっていう意識は、まあ、いつも通りの練習というか、復習ですよね。まあ、距離感コンパクトに、なるべく高い、ラインを保ってっていうのは、自分たちの意識というかサッカー守備の面では意識しながらやってるんで、そういうところをちょっと間が空いたんで、みんなが集まって復習というか、そういう感じです。まあ、合宿も始まってメンバーの顔を見れば少しずつ大会が近づいてるなっていう意識もありますし、まあ、皆さんの反応も見れば応援してくれてるなっていう気持ちもあるし、少しずつ気持ちも本大会に向けて準備が進んでるなって感じがします。もうある程度怖さもなくなってきましたし、もっと練習で、ダイナミックなプレーというか積極的なプレーが出てくれば怖さもどんどん消えてくるし、もう痛み自体はないですし、もう少し強さが欲しいですけど、逆足に比べても。でも、まあ、時間の問題かなと思います。両足戻ってくるので。